どうも、アイスキテラです。今回もセブンナイス2やっていきたいと思います。で、今回は、雑談会ですね。ちょっと前に、キャラ同士が会話するっていう話したと思うんですけど、最近ちょっとまた新しい、キャラの会話に気づいてしまいました。で、それが、アデルって2体いるじゃないですか。伝説と、高級レアで同一人物だと思うんですけど、これ両者間で会話がありますね。じゃあとりあえず伝説アデルと、高級アデル入れてみましょうか。アデル、お前も私みたいに罪深い男だな。なんだと？私は王族の名に恥じるようなことはしていない。たくさんの女性たちの心を惑わせた罪があるだろう。私と同じさ。あなたも王族の人間ならもう少し品位を持ってはいかがかな。という感じで、なぜかしら本人同士が会話するというわけのわからない現象になってますね。で、それと同じで、クレアさんですね。伝説クレアさんも2人いるんですよね。高級レアの、クレアさん、これも本人同士が会話をしちゃうという。クレアさん、自分の名前を呼ぶのはおかしな感じがしますね。そうかしら。楽な呼び方があればそれでも構わないわ。じゃあクレアお姉さんはどうですか。ぴったりだと思います。それは却下よ。なんだか照れくさい。という感じで、本人同士が会話するっていうのを発見しました。まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあちょっとなんだろう、暇の時にいろいろこれやってみるといいと思います。で、最近追加された、そうですね、のほさん、あ、間違えたな。シャイさんじゃなくて、のほさんは誰と喋るかな。のほさんは基本的にこの吹き出しが出てるやつが喋るんですけど、まあ、たまに吹き出しがなくてイレギュラーなシークレットみたいな会話もあるんですけど、これだと例えばアデルさん入れましょうか。アデル、いつまでそうやって王族の使命から逃げ回っているつもりですか。で、これアデル喋んないんですよね。予言の書にはアデルがエルフを滑るだろうって書かれているのに。ちょっとこの音声がアデルさんの方、声が入ってないんですよね。これがちょっと気になる。なんか手抜かれてんのかって思っちゃう。で、ちなみにクレア、高級のクレアだとちゃんと、クレア、あなたはエルフの中でも100年に1人の天才なんですって。羨ましいですね。ノホ様、それは言い過ぎです。私は普通に訓練を重ねているだけですよ。普通の魔法を使える人はたくさんいますが、弓矢に魔法を込めて放つことができる人はそう多くありません。何かコツでもあるのかしら。そうなのですか。コツ、本に書かれている説明通りにすれば大体できますよ。と、まあこんな感じですね。他にも、いろいろ、組み合わせあるので、試してみてください。暇な時に。じゃあ、余談はそれぐらいにして、まあ、また余談なんですけど、余談というか、公式フォーラムの方に、開催中のイベントかなの方に、コミュニティイベント、秘密文書を探せというものが来ています。で、バラバラになった文書を見つけてくれた方にプレゼントをあげるということなんですけど、文書がいろんなところに隠されているんですけど、それを、4箇所ですね、4箇所あって見つけるとルビー200個がもらえますということなので、
隠れてる場所を全部探してきました。なのでちょっと多分 2,3 分で終わると思うので、暇な時にというかもう26日までしかないので、まあ、ルビー200個欲しい方はやってみてください。でまず、一番最初、アップデートですね。アップデートの、新衣装2種のご案内で、ここの一番下ですね。一番下に、これですね、文書のかけら4、ポニーテール発見にチェック入れて、で提出する、 OK で、またアップデートの今度は新キャラ紹介、歴史の記録者の方の一番下ですね。通り越しちゃった。でここ文書のかけら1、花びら発見で提出する、サクサクいきましょう。そして3つ目、 CM コンテンツの、春のプレゼント、春のスペシャル壁紙をプレゼントの一番下に発見提出する。この壁紙ダウンロードできるみたい なんで欲しい方は、ダウンロードしてください。で最後ラスト、イベントの、あれ、イベントの開催中のイベントかの、これですね、専用装備特命スペシャルミッションイベントで、これの一番下に、文書のかけら青空を発見ということで、これで4つですね。これを提出するというわけで、これ4つ提出すれば200ルビーもらえるので、暇な時にやってみてください。というわけで、なんかガチャとか回せたかな。ペットだけ回せますか。ペット単発だけ回して終わりたいと思います。以上ないかな。昇格とか ないよね。ないね。はい、スキップ。はい。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。